ちょっと、自分でブレンドしたコーヒー飲んできました。ハーブコーヒーよ。ハーブ混ぜてるから、アルカリ調整です。いつも違うやつですね。さて、コーヒー苦手な先生も、これは飲めるねって言ってくださいました。うちの配偶者もコーヒー苦手やったんですけど、甘いのをかけてブラックで飲めるようになったって言ってくれました。結構達者なんですけど、安定性はない。安定性というか、その作品もそうですね。性格はめっちゃ安定した性格ですよ。ところがね、人生さんはの方が 人生ちゃんの方がね、性格はめっちゃ安定してる。人物もめっちゃ安定してる。頭脳もめっちゃ安定してるのに、なぜか人生が全然安定せへんねん。だから、こんな奇跡やねん、うちにとって。めっちゃなんか安定してるでしょ。さて、トレードトレック。アスキー。これが面白かったのよ。マスキーの雑誌も毎月買ってたけど、そこからそのプログラムが載ってんね。ベーシックの。ベーシック言語のね。マシン語も載ってたけど。マシン語は短いの売ったけど。で、どういうことって言って。マシン語ってこと、ロボットの言葉って言ったら、うちの兄が一個上やのにな、もう、バカウケしてな。ソニーなりなんなり、カセットから、ソニーのウォークマンに、例えばマクセルの、DDK のカセット言うて、DDK はいまいちやってん、実は。ソニーはよく撮れた。カプセルは撮れた。ソニーかウォークマンではね。で、その PC8cm に、このジャック端子を入れてね。で、読み込ませんの、プログラムを。読み込んだら、ロード。なり、リスト見る場合もある。ロード。今度はプログラム始まる。ベーシックかな。そやけど、イヤホンで聞くことができない。なんだ、ハードロックって プログレかな それ聞いて寝たり お休みのために 寝れる音楽って、それ、ベーシック。もう、そう、マシングも結構、マシングちょっと、あれやったかな、華々しかったかな マシングは華々しいだろうっていうのはアスキーの人が言って。だから、それ、それ、マシン語って何って聞いちゃって、またそのアスキーショップの、アスキー本社かなと思って、とか、そういうので、結局その、分かったとかですか、ロボットだと思ってるだろうって、見透かすわな、それぐらいはな、そらそうやろな、そうそう、な、だって本人のものは受け取ってるの、マシン語って悩んでて、ガッ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 とか言ってて、やっとったわ で、ベーシックとかは打てるのか、打てるって、理解はできてるって、小学生だったかな。理解っていうか、中学1年やったかな。理解っていうか、単語のことって、じゃあ分かってるなって。英語と似てるやろって言って。で、とかって。で、自分でじゃあプログラム言ってるんやって。自分では作ってない。計算のは作ったって、足し算とか。もうそういうの作ったの、へえって。あとは打ち込んでるって。無理なのは買ってもらったり。おーってなって。ほんで、じゃあそのカセットとか買うとか言って。もういいとか言って、買えるとか、ちょーって。で、その、好きなその、ソフトのね、スマートレードトレックのやつだったんやけど、で、その、その、クリアできたら、できた。クリアしたんやねって。最後の足ついた、足もついた、端っこまでいったって。って、じゃあもう勝ってるな、もう勝った。何のことか分からんやろうけど。で、それはエンタープライズ社からね、クレーム来ました、そうです。著作権違反で。さあ、トレックの会社から。トレードトレック、こらって。何それ、快速もない時間の、どういうの 著作権違反、思いっきり。あれの、あのゲーム。
それはなんかもう、海賊みたいな会社だったの、最初はラスキーは。で、結局、まあ、ビーの話どうもなったって話だったかな。マシンガンの話、まあ、いや、その話は兄に笑われただけかな。で、結局、兄が、じゃあ、あれかって、こうやって聞いてる人も聞いてるやつかって。そっちダビングしたら、ダビング、何つったかな、ダビングって言っちゃってるかな、PCR 選手に、ソニーのウォークマンからプログラムインプットするんだね。うちがダビング言っちゃったかな、まあ、インプットね。その時、一緒に聞いとった。それとか、入れ忘れて、ピーガーって言ったら、あ、まあ、一回この方がいいってことね、とって。誰のこと変えて、マシンゴっちゅうの、ダメなーって残さましたのに、兄の。ほな、逆にこそばされん。そして最後、カクカクまで行っちゃうねんな。このエピソード言ったやろ。あ、このシチュエーションで言ってないか。しょっちゅう兄にこそばされて、で、カクカクまで行ってんねん。行っててん、要するに行っちゃうねん。女子やからうち。こそばされたら 気持ちいいとかそういう類じゃないねん、もう。あんま分からんやろな。何の話や。